現在、アメリカは中国に対して F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機での日中中間線を越え、中国本土へ最大級の圧力をかけているとの情報をキャッチしました。今回は、この中国本土へ最接近の状況を詳しく見ていきます。ペロシ訪台で、米中の対立はより激化しています。中国はいつの間にか台湾と尖閣は同時に侵攻する方針をかな。2022年6月に月20から中旬にかけて山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地にはアラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていた。この内訳は、いわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と F-35 ライトニング 2A 型が18機であり、これほどの数の同機らが日本に集結したことは非常に稀有な出来事だと言えた。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に中国海軍の1隻目の航空母艦にして訓練用の艦艇とされる遼寧が沖縄の南側の海上で搭載する固定翼、機、回転翼、キラの多数の発着艦演習を繰り返したことがまず浮かぶ。また、同月の下旬にかけては中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が日本海方面から太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国がロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていた。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めてアメリカをはじめとする西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづく、これらの国々の危うさを再認識させられる。ことに、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで、軍事力による影響力を行使することは、事実上厳しいロシアはともかく、中国は、台湾への軍事的圧力を弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様である。それでも、従来のアメリカは、中国をいたずらに刺激することは国策として得策ではないと判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって、近年はあまり直接的な軍事的な牽制行動については控えている感じも伺えていた。しかし、6月24日からアメリカは沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国基地に常時配備中のF-A18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして、臨時に飛来中の、同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施した。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は、2機で、1組の編隊をなし、最大で、同時に、8個ほどの編隊を、韓国の南側から、日本の尖閣諸島の北側に向けた、日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは、中間線を中国側にまたいだとされる。アメリカ軍は、こうした行動に、KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に、空中給油を行い、航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも、軍事行動が可能だと見せつけた。アメリカ軍の戦闘機体のこうした動きに対して、中国側は、対岸の福建省等の基地から、J20 戦闘機等をスクランブル発進させて、警戒に当たったといい、こうした行動について、日本政府は、アメリカからの事前の通告を得ていたという。ただし、日本側からは、こうした中に、戦闘機の派遣は行われておらず、
この状況を監視する意味で、そう、非警戒機等の複数の航空機が、アメリカ軍並びに中国軍の、それぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされる。政治的には、近々に、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は、2者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで、中国の軍事力を牽制することが可能であると、事前に知らしめる意味合いもあったのだろう。ロシア・ウクライナ戦争に見るように、ロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても、中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと示す必要性に駆られたゆえの行動が今回の戦闘機派遣の理由だと考えられる。アメリカ海兵隊の岩国基地では7月7日に同基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット F-35 ライトニング 2B 型に加え臨時に飛来していたF-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプター等によるガズ機発進準備訓練を行っていた。第二次世界大戦時に爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは多数の機体が滑走路に集う様を動物の像になぞらえてエレファントウォークと一般的には名ばれている。今回、アメリカ海兵隊と空軍は、各種の戦闘機を用いて、この多数機発進準備訓練、つまり、エレファントウォークを実施したことを画像で公開したが、第5世代戦闘機の F-22 ラプターと、F-35 ライトニング2の A、B 両型が集ったのは、かなり稀有なことだ。そうした状況からも、今回の岩国、基地への F-22 ラプターと、F-35 ライトニング 2A 型の飛来は、極めて異例な出来事であり、台湾有事や日本の防衛体制にとっても、強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れる。ロシア・ウクライナ戦争は、近年、稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で、様々な戦訓を示しつつあるが、戦闘機で見た場合には、相互の空軍機が、ほとんどのケースで、いわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いている。一時期は、ロシアが、自身の優位を示そうと、第5世代戦闘機たる SU-57 を投入したと、喧伝した時期もあったが、同機は、実戦配備されている、機体数そのものが少なく、そもそも、ウクライナの、健在な地対空ミサイルを恐れてか、長距離爆撃に使用されただけのようだ。そのため、第5世代戦闘機が空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また、今後も、その可能性は、著しく低いと予想され、これらが行い得る制空戦闘が、いかなるなるものになるのかは、全く不明な状態のままであると言える。こうした中で、今回、アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して、自軍の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられる。アメリカ側は、今回臨時で岩国基地に派遣していた、F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型について、7月21日に、最後の2機も、訓練の終了に伴い帰還させたと、日本側に伝えており、これら総数30機は、日本を後にしたことが、明らかとなった。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の岩国、基地への臨時的な派遣については、7月に入り、事前に、
土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が発覚にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっている。こうした声を受けて、岩国市側は7月9日と17日に指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたが、それは訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための飛行であったと認識を示し、事態の沈静化を図っている。岩国基地が所在する岩国市では、一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだが、そもそも、アメリカ軍の日本の国内での活動に対して、席を負うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じる。すでに、中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで異論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものである。早速ですが、今回は、力を入れて、開発を急いでいるレールガン開発は、どこまで来ているのか、詳しく見ていきますね。SF のような話ですが、実際に近い未来の話しです。2022年が明けてから、北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているが、その脅威への対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたレールガンについて、1月12日に放送された BS 日テレの真相ニュースで、小野寺逸典元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が出演して語った内容から、その実力と可能性、そして今後の課題などについて語っている。最近話題に上ることの多いレールガンだが、どのようなものであるか一口に言うと、火薬を使用せず、2本の通電性の良いレールに、高電力を流し、その電気エネルギーによって、磁場を発生させて、レールに乗せた弾体を射出する電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指している。試験試作段階で、200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上では、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて、低コストかつ連射が可能であるとされ、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能とされている、兵器とされている。防衛省が、これまでに試作したレールガンの発射試験では、発射初速は 2300m 秒で、約マッハ6の初速が観測されたが、戦車砲の発射初速1700から1800ms を上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として期待を寄せており、2022年の防衛予算において65億円の研究開発費を計上している。真相ニュースの中でキャスターからのレールガンを開発するメリットとは？との質問に対して、小原上席研究員は、弾体を非常に高速で遠い目標に到達させることができるものであると考えていて、ミサイルなどに対しても、弾体が到達するまでの時間が短く、連射が可能と聞いているとして、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km との報告があることと、
連射性能の向上の可能性に触れた上で、弾体に火薬を入れて爆発させずとも、高速による破壊力が期待できると語った。そして、キャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか？との質問には、アメリカが10年間開発を続けてきて、うまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置の開発が難しかったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが、その理由であろうと指摘した。また、現状において、艦載が可能な艦艇として、統合電源システム、IPS を持つ、ズムボルト級駆逐艦を挙げ、IPS が、大きな電力を、必要な箇所に、集中的に配電できるシステムであることから、レールガンの発射は可能であるとしながらも、発射に高電力を要することで、他の電子装置が使用できなくなるために、艦載は難しいとした上で、日本では、このような電源システム関連の研究が進んでいて、技術の優位性があるとした。次に、小野寺元防衛相が、現在では、発射されたミサイルを撃ち落とすのに、非常に高価なミサイルを使用する現状に対して、低コストで、連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に、初めて防衛省に就任した時から、レールガンについては周知していたとして、多額の費用がかかる、ミサイル防衛システムに代わる、次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出したことを明かし、2017年に2度目の防衛省に就任した際には、試作機が製作過程にあって、その段階において、かなりの性能を持つことを感じていたと語った。そして、さらに、小野寺元防衛省は、現在、自由民主党内の防衛大綱を議論する、ワーキングチームの座長との立場から、レールガンの性能向上のために、予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に、日本が持つ、先端的な電気関連システム研究に、期待を寄せているとした上で、陸上配備で対応を可能としながらも、日本の専守防衛の観点から、飛来するミサイルと撃ち落とすには、航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって、必要な装備の一つとの認識を示した。さらに、番組では、レールガンの課題と、ゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的な軌道を見せるとされる、極超音速誘導弾の迎撃に、本当に有効か、そして、今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて、両氏に質問が飛ぶ。電源問題については、小原研究員も、実用化への一番大きな問題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ、蓄電池などの装備が必要となり、その場合は、放電した後の蓄電に時間がかかり、連射ができないことを指摘した。しかし、電源システムや蓄電池の技術において、日本は、世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったなら、電源システムで、その優位性を活かすべきと述べた。また、極、超音速ミサイルの変則軌道への対応については、小野寺元防衛省が、このレールガン一つで、防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3、ペトリオットなどの現在のシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて当てるということだけの発想に関わらず、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究すべきで、それはまだ始まったばかりだと述べている。また、小原研究員は、極超音速ミサイルについて、速度が上がるほど、その運動性が低下することを指摘し、高度を下げると、空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは、空気が薄い高高度で、目標に近づいて高度が下がれば、
最後にはまっすぐ落ちてくると指摘し、その際に、レールガンの連射で迎撃ができれば、超音速でも、撃墜は可能とした。レールガンの開発は、1960年代から、構想があったが、本格的に動き出したのは、ここ10年ほどのことで、実現性を疑う声もある。ただ、小野寺元防衛省は、在任中に、防衛省幹部が、レールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく追艦攻撃への活用などへの構想もあり実現する可能性は高いとしている。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までにテストを終えて実用化に進むかどうかを注目したいと述べた。小原研究員は、2028年までに開発を終わらせることはかなりの速度であり、日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで抑止力を高めることにつながり、さらに日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国がこれまで主体性がないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語った。そして、日本がこの先、革新的な技術さらに高めて、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになれば、日本に手出しすることを躊躇するようになり、強いては戦争を起こさないことにつながるとして、小原研究員は、日本の技術を生かした新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきと結んだ。やはり、IHI 社製 XF9 を取りに来たイギリスといいますか、日英共同開発が公式に発表となり、今後、日本の F3 戦闘機開発が加速していくものと考えられます。今回は、F3 戦闘機開発ではなく、ロールス・ロイス社でも苦戦している XF9 ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。日本の技術は、エンジンだけでなく他のパーツ群でも高い性能を誇っています。イギリスは日本のそんな先進的な技術を欲しがったのでしょうね。XF9 は超小型で高性能で総発での使用を検討されています。さて、どんなエンジンなのか見ていきます。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表された。すでに12月に入った段階で日本を含め複数のマスメディアがこの状況を報じてきたが、9日、ようやく公式に発表があり、日英での共同開発が本格的に稼働する、今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。
日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、概ね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはり、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと、目されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を、F-22 ラプター、そして、F-35 ライトニング2と、次々に世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が、マストと思われていたが、2020年末頃より、別の可能性も囁かれ始めた。それは、自国では、ユーロファイタータイフーンの代替機の開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに、浮上てきたのだ。もともと、イギリスが、自国の BAE システムズ社を主幹として言っているテンペスト計画には、これまでも、日本の参加を歓迎する雰囲気が統一しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが、自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが、大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を、最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の、政治的な次期戦闘機をめぐる利害が、図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う実証事業をスタートさせ、前社からロールス・ロイス社、後社から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは、聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 において、テンペスト計画で採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 に比して10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた機関部の開発への取り組みがある一方、日本で機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに次世代戦闘機に搭載するエンジンにはベースができている。それこそ IHI 社が現防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、
高温に耐うる燃焼機と高圧のタービン、そして軽量なコンプレッサーなどの主要な部分の研究から始められた。そして次の2段階目として、一部の機関は並行しながら2013年から2017年にかけて前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。最終的には、ここでも一部の機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第一段階及び第二段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが試作機の XF91 エンジンとして完成を見た。IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは、1機が2018年6月に防衛装備庁へと無事納入され、以後はおよそ2年間にわたって、その動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成したタービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界マと見ても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり大型の部類に属するが、その使用と性能は世界基準に達している。例えば、F-35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長が 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値はいずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この XF91 エンジンのコンパクトさは、搭載する機体にとっては別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術がいかに活用されるのかからも目が離せない。
政府の重い腰も、ようやく、少しだけ上がり、敵基地攻撃能力の保有と、戦闘機での敵基地攻撃について、閣議決定されています。今回は、日本のミサイル防衛システムを詳しく見ていきます。南西諸島の島民の間では、危機感が以前と比べて増しています。なぜ、沖縄県知事とメディアはわからないのでしょうか。中国の記事をなぜ書かないのか、ようやく県民も気づきました。2022年は、年頭より、北朝鮮によるかつてないペース、間隔での弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射の多発で始まった感が強かったが、この行動には、日本のミサイル防衛は機能するのかという、根源的な命題を突きつけたとも言えるだろう。もとより、日本のミサイル防衛は、核弾頭を、搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されてきたが、発射時より、弓なりの軌道を描いて飛翔し、着弾地点の予測が、比較的に容易なそれらに対処する仕様となっている。そのため、近年北朝鮮が打ち出している、変則的な軌道を可能とした弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して、目標に向かう巡航ミサイルの出現は、この日本のミサイル防衛の根幹を揺るがす大問題であることは間違いない。しかし、日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在であり、それらが備える戦力を考慮した場合、北朝鮮が現実にミサイルを用いた先制攻撃を行う可能性は低く保たれている。これは、北朝鮮が仮に先制攻撃を行ったとしても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃によって、自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることを理解しているからであり、報復的な抑止力が機能しているゆえだ。同様に、韓国以上に周囲に敵の多いイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれるミサイルのみならず、もっと小型で簡易なロケット砲すら迎撃する防空網を構築しており、高い有用性をこれまでのところ発揮している。ただし、イスラエルのアイアンドームといえども、敵のミサイルロケット弾を迎撃するには、その目標位置圏に対して2発の発射を行う必要があり、究極的な飽和攻撃を仕掛けられてしまえば、完全な防御が可能とまでは言い切れない。台湾もこれと似た状況であり、圧倒的に優勢な中国軍に対し、対照戦での対峙は困難だと考え、多数の地対空ミサイルを配備して、中国軍の航空機の接近を阻止する戦術を取り、これによって、防空網を構築しているとみなせる。日本では、近年、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局や、その背後に控える中国海軍の艦艇の同海域への接近阻止を機として、2019年3月に、奄美大島、2020年3月に、宮古島への、一二式地対艦誘導弾の配備を行っている。一二式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が、2016年より、導入を開始した兵器であり、第二次世界大戦以後の冷戦期には、日本が国土に侵攻される可能性があるとすれば、これは、旧ソ連による、北海道だとする考えから、対象を移したものでもある。ゆえに、1991年の旧ソ連の崩壊から、8年後の1999年、南西諸島方面の防衛を鑑みて、熊本県の県軍駐屯地において、西部方面隊令下の部隊として、第5地対艦ミサイル連隊が編成され、同部隊に、一二式地対艦誘導弾の優先的な配備が行われてきた。一二式地対艦誘導弾は、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器であり、陸上自衛隊では SSM-1、改めと呼称されており、
最大射程距離は、推定値だが、約 200km 弱と、今となっては長射程と言えるほどではない。このため、一蓋式地対艦誘導弾は、2017年以後には、さらなる超射程化が進められていたが、2020年12月18日には、当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備の一翼を担うこととなった。ここでは、新ミサイル防衛システムの整備と、スタンドオフ防衛能力の強化の2点が明示されており、一蓋式地対艦誘導弾は、このうちの後者に該当し、南西諸島等の島嶼部への敵艦艇の接近阻止を目的としている。具体的には、前述のように、現状約200キロ弱と思われる人に、敷地対艦誘導弾の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から、攻撃が可能な形に延伸するものでまず約900キロートル、最終的には約1500キロメートルを目指すものと召されている。また、現在の重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦仕様、艦艇への搭載による艦対艦仕様等。運用するプラットフォームの多層化が掲げられており、それらを、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と定義した。ちなみに、前者の新ミサイル防衛システムの整備とは、ブースターの落下位置の担保がでかつ導入が撤回されたミサイル防衛システム、イージス・アショアの代替策のことであり、これに特化したイージスシステム搭載艦艇2隻の建造を指している。ただし、個人的には、この新ミサイル防衛システムの整備は、冒頭でも述べたように、従来通りの着弾地点の予測が比較的に容易な弓なりの軌道を描いて飛翔する弾道ミサイルに対処することを意味しており、今後の形骸化が懸念点に思える。全く無意味だとまでは言い切れないが、現在、すでに中国やロシアが配備を進めてきている極超音速兵器を前にしては、これらを確実に迎撃できる可能性は、極めて低下している感は否めず、かなり不確実なものにならないのかが、非常に心配だ。太平洋戦争の敗戦によって、憲法上の建前としては、軍隊の保有すら禁じている、日本にとって、相手国からの弾道ミサイルに対抗する方法として、その迎撃に特化した、防空網の中心に、これを強化することは、専守防衛の理念にも合致していた。つまり、それは、あくまでも防御的な兵器であるから、日本がそれに類する兵器を開発、保有することに問題はないと、政治的にも定義してきたわけだが、現状では、これを迎撃することによって、無効化しようという、方策は困難になってきている。すでに、この段階に差し掛かった時点で、であれば、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか、現実的な対応策はなく、一蓋式地対艦誘導弾をベースとする能力向上型は、それに準拠した兵器となり得る。現行の一蓋式地対艦誘導弾は、中途段階で、管制誘導や GPS 誘導を行い、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式で誘導を行うが、中途段階の誘導方式を鑑みれば、物理的には限定的ではあるが、対地攻撃への転用も可能だと思われる。この点は、日本が、専守防衛を国是として掲げているために、正面を切っての議論は、避けられているようにも見えるが、敵からの攻撃を思いとどまらせる抑止力としては、これを再定義する議論を棚上げしたままでは、さすがにまずかろう。日本が、対地攻撃能力を有する兵器を保有することは、敵基地攻撃能力にあたると、マスコミ等でも指摘され、
おおむね、推進派は、敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だと言い、反対派は、攻撃的兵器は、日本は保有すべきではないと言っている。しかし、推進派の敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だという理屈も、敵ミサイルの発射用のプラットフォームが多層化されている現在では実現することは、甚だ困難であり、先制攻撃された後の反撃に必要だと唱える方が現実的ではないだろうか。すでに、中国は、アメリカと旧ソ連、現ロシアが、2019年まで締結していた INF、中距離核戦力全廃条約の陰で、自国は、それに拘束されないことを逆手にとって、同条約で禁じられていた、500〜500km の射程を持つ、地上発射型ミサイルを多数配備している。今年も、対戦哨戒訓練、シードラゴン2022が開催されました。今回は、この、海上自衛隊、P1 哨戒機も参加した、合同軍事演習を詳しく見ていきますね。でも、韓国も参加していたけど、ダマに来るよね。アメリカ、日本、カナダ、オーストラリアはわかるけどね。韓国とインドも参加だよ。最近、インドも、微妙な動きを見せているけど、そうだこの時、ネバダ原子力潜水艦が配備されたんだっけ。では。海上自衛隊は、2022年1月2日、日から開催されていた、アメリカ海軍主催の固定翼哨戒機多国間共同訓練、シードラゴン2022が20日、機に終了したことを発表した。シードラゴン2022には、海上自衛隊から、厚木基地所属の第4航空軍の B1 対戦哨戒機2機が参加していた。この固定翼機多国間共同訓練は、アメリカ海軍の主催で開催され、各国の海軍、空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が、主に、対潜水艦船、ASW、アンチサブマリン、ウォーフェアの訓練を中心に、実際に、潜水艦を模擬目標として、その追跡から攻撃までの対処について、それぞれ270時間を超える飛行訓練演習が行われる。訓練の具体的な内容は、実際に潜航している潜水艦を目標として、上空から投下したその部位を用いて、目標潜水艦の探知、追跡、解析を行い、最終的には、爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するシナリオで、潜技をポイント化して評価し、訓練期間を通して最高得点を獲得した国の哨戒部隊を最優秀部隊として、ドラゴンベルトが授与されることになっており、昨年開催されて5カ国が参加したシードラゴン2021では、カナダ空軍第407飛行隊の C、B-140、オーロラ、
B3C のカナダ空軍の呼称で参加したクルーがドラゴンベルトを獲得している。なお、目標潜水艦は通常アメリカ海軍のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦が担当するのであるが、今回この共同訓練とほぼ同時期にグアムにオハイオ級戦略ミサイル原子力潜水艦のネバダが展開したことが公開されたため、戦略ミサイル原潜の行動が公表されるのは異例中の異例なことであるため、その参加があったのではとの噂が生じている。またシードラゴン2022では実戦訓練の他に座学での訓練も実施され、集まった各国のパイロットと飛行士はそれぞれ国の対戦哨戒能力や固定翼機やその部位などの装備の性能を生かすように組まれた計画を披露し合い、実際の運用や戦術について意見交換をし合うものである。各国の部隊はただ競い合うだけでなく、同じ対戦哨戒という任務に就く者同士として友好を深め、訓練中以外のプライベートな時間においても各国のクルーたちは対戦哨戒や偵察業務についての情報交換を活発に行い、それらのことを通して友好を深めることにつながっている。今回のシードラゴン2022にはアメリカ海軍、海上自衛隊、オーストラリア空軍、RAAF、カナダ空軍、RCAF、韓国海軍、ROKN、インド海軍、IN の6カ国の対戦哨戒部隊によって、各国とも、新型コロナ感染防止に必要な対策を講じた上で参加していた。参加した各国が、現在運用している固定翼対戦哨戒機は、アメリカ海軍、オーストラリア空軍、韓国海軍の3カ国が、アメリカのボーイング社製の B-8A ポセイドンで、この3カ国の機体は、ほぼフルスペックとされている。B-8A 破機体内に、その V ランチャーが搭載されているため、自動装填からの連続投下が可能で、ウェポンベイ後方にある7カ所の発射口から、合計129本を投下できるほか、機内には手動投下口も設けられていて、海上の目印として投下する信号発煙照明灯、マリンマーカーや海面染色マーカー、ボールマーカー、折りたたみ式のラフト、いかだを投下できる。そして、その V ラックには機内からアクセスできて、ランチャーが故障しても、手動で投下口から投下して、哨戒任務を続行することができる。インド海軍は、B-8A の電子装備を簡素化した P-8I、ネプチューンで、インド海軍からの要望で、B-8A には搭載されていない、AN-ASQ-508A 磁気探知機、MAD と、後方を探知する、APS-143C-V、3マルチモードレーダーが搭載されていて、その他の電子機器は、一世代前の多少簡素化されたものが搭載されている。なお、B-8A のオブには、尻尾のような MAD、磁気探知機ブームが、搭載されているが、アメリカ海軍の B-8A には搭載されていない。その理由は、アメリカ海軍では、海面を低高度で飛行しての対戦哨戒を B-8A には行わせず、無人偵察機に任せるためである。カナダ空軍が運用している C-B140 オーロラは、アメリカのロッキード社製 B-3C オライオンのカナダ版で、B-3C のその V 発射口を減らして垂直パノラマ式カメラを搭載しているほか、対戦哨戒用の機材及び洋上監視システムはアメリカ海軍の艦上対戦哨戒機 S3 バイキングのものを流用して搭載している。また機内の人員配置も B-3C とは異なっていて、搭乗員が連携を取りやすいように戦術航空士（TACを中心にクルーが
の字型に座るような座席配置になっている。そして、日本の海上自衛隊が現在運用している固定翼対潜哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業が共同開発した4発のターボファンエンジンを持つ B1 対潜哨戒機で、海上自衛隊が長く運用していたターボロップ式の B3C の後継機として、2013年3月から運用を開始して、2021年までに42機が配備され、最終的には70機を製造することになっている。B1 哨戒機の機体は、川崎重工業が主体となって開発、製造され、3。菱重工業が、中動と高動を、スバルが、主翼と垂直尾翼を担当していて、一部を日本飛行機が担当しているほか、エンジンは、IHI が開発した F7 エンジン、システム面では、搭載レーダーが東芝、音響処理装置が、NEC、管制装置が、シンフォニアテクノロジー、自己防御装置を三菱電機が担当し、空調装置は島津製作所、飛脚組み立ては、住友精密工業などが担当している純国産機である。対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある主脚の格納部分の後ろ側に38個が装填されており、そのすべてに内部からの装填が可能で、その一部は、ロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単に投下することが可能となっていて、乗員の負担が軽減されている。攻撃用の兵装は、空対艦ミサイル、91式空対艦誘導弾、AGM-84 ハープーン、空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックの主翼下にあるハードポイントに、最大8発を搭載できるほか、機室下部にある爆弾鞍に、対潜爆弾や単魚雷などを、最大9トンまで搭載可能である。また、機内には、休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画があり、B3C では、電磁波の影響を受けるとされて搭載していなかった電子レンジが装備され、乗員の弁当などを温めることが可能となっている。また、災害救助派遣などでの救艦輸送にも対応できるように、やや広いスペースがある機首側に、救艦用のストレッチャーを固定できるスペースがあり、医師などが動きやすいようになっている。防衛省は、B1 哨戒機の製造コストを下げたいとの意向があり、防守装備移転三原則にのっとっての輸出に力を入れていて、現在、まだ B3C を運用している各国に、その後継機種として売り込みを図っている。しかし、B8、A に勝るとも劣らない性能を保有しているにもかかわらず、これまで、防衛装備の輸出実績がほとんどない日本が、導入国での形式証明など手続き関連作業に不慣れである点や、高い価格とアフターケアのサービス網が貧弱であることから、2022年1月現在で、まだ輸出契約を結んだ国はない。
世界は、ロシアのウクライナ侵攻後、劇的な変化を見せています。今回は、尖閣諸島に工作物を設置か、を詳しく見ていきます。自民党の高市政調会長の発言ですが、日本が実効支配するべき時が来ています。北方領土も、話し合いでは解決できないところまで、自由民主党の高市早苗政調会長は、2022年3月9日の参議院会館での講演で、日本固有の領土である沖縄県石垣市の尖閣諸島について、領有権を主張しつつ、海警局の公船によって、不法に領海や接続水域への侵入を繰り返す中国に対して、尖閣諸島が日本の領土であり、施政権が存在することを明示して対抗すべきと主張した。高市政調会長は、尖閣諸島が実効的に日本の領土であることを示す工作物の設置、あるいは何らかの形で日本の施政権が及んでいることを明確に示すことが非常に大切であると述べている。そして、太平洋戦争終戦時のどさくさに紛れたロシア、当時は、ソ連にかすめ取られた形の北方領土に、ロシア人が住民として定着し、軍隊が常駐していることや、同じく、コソ泥のように、韓国に奪われた島根県竹島に、韓国の警備隊が常駐していることを実効支配されている、事例として挙げ、長年実効支配され続け、国際法的に、相手国の領土と認められてしまうこれらの領土を武力で奪還することは、憲法上認められていないとした上で、取られてしまえば終わりだと語った。自民党内には、尖閣諸島に政府によって、ヘリポートや灯台などを建設することで、施政権を主張すべきとの意見があり、高市政調会長の発言は、それを支持するものとされている。また、高市政調会長は、非核三原則についても触れ、核兵器を持ち込ませずの原則については、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておくべきと指摘し、政府が改定を進めている国家安全保障戦略の議論と合わせて、自民党安全保障調査会において、しっかり議論するとの考えを明らかにした。ただ、現在の自衛隊とアメリカ軍との間で、アメリカ軍の核兵器を、ニュークリアシェアリング、核兵器共有として共有することについては、自衛隊法では、ニュークリアシェリングを想定していないため、現状のままでは難しいとの認識を示して、自衛隊法の改正などの法整備が必要であると指摘した。この高市政調会長の講演発言を受けた、インターネット上での反応は、賛同するものが多く、尖閣諸島における、施政権の明示を早急に実施すべきとの声が圧倒的であるが、灯台やヘリポートを作るくら、なら自衛隊が常駐できる、前哨基地を建設することが望ましいとする声が上がっている。しかし、尖閣諸島や小島や岩礁で構成されていて、一番大きな、魚釣島でも、面積が 3.82 しかなく、自衛隊部隊を常駐させるとしても、ごく少数と見られている。魚釣島には、かつて、1980年代に、仮設ヘリポートが設置されたことがあったが、中国政府がそのことに抗議したため撤去されている。また、2000年4月には右翼団体の日本青年社の主導によって、お釣り島に木造りの祠が建てられ、尖閣神社が創建された。これは日本青年社がお釣り島の2カ所に灯台を建設した際に創建されたもので、毎年灯台を点検整備していた頃は、例祭や船舶の航行安全祈願などが行われていた。2基の灯台のうち、魚釣島灯台は、後に、日本青年社から日本政府に寄贈され、現在では国有財産として登記されて、海上保安庁が管理しており、海図にも、その存在が記載されている。しかし、2003年3月24日に、
中国人の活動家7人が、日本の領海を侵犯した上、ボートで、魚釣島に、不法に上陸を観光し、島内で中国国旗を振るなどしたため、沖縄県警が、ヘリコプターで、警察官20名を派遣して、全員を、出入国管理法違反として、不法入国の疑いで逮捕したが、その際に、尖閣神社の祠が破壊された形跡が明らかにされた。日本青年社は、魚釣島に上陸して、祠の状況を調べようとしたが、海上保安庁の制止によって、石垣港から出港することができず、沖縄県警に被害届を提出し受理されたことで、尖閣諸島に日本の主権が及んでいると主張した。その後、2008年頃に祠が壊れていたことが分かったものの、そのまま放置されていたが、2019年に、御祭神、天照大御神、日本武尊氏を、石垣島北西部の石垣市深井に移設、鎮座され、2019年2月17日に、奉祝祭が、境神社、茨城県の滑川雄二宮司、朝、峰神社、高知県の野村隆雄宮司、多賀神社、長野県の村上憲孝宮司により取り行われた。このような経緯で、魚釣島には尖閣神社はなくなったものの、日本青年社が建設して、海上保安庁が管理する灯台と、尖閣神社が建立されたのと同じ2000年に設置された、尖閣諸島防衛協会が建てた、日本国旗の石踏みが、日本の主権が及んでいる、証紙として残されている。尖閣諸島について、アメリカは、その領有権について、最終的に、判断を下す立場にないとしつつ、領有権をめぐる対立は、関係当事者間による平和的解決を期待するとの中立的立場を示しているのであるが、その一方で、尖閣諸島は1972年の沖縄返還以来、日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条の適用対象となるとの見解も示している。とはいえ、今の尖閣諸島では、中国の海警局の艦艇4隻が毎日のように領海侵犯を繰り返し、島に接近する日本漁船や海上保安庁の巡視船に接近して威嚇を行っている状況であり、いつ中国人に上陸されてもおかしくないとされている。政府自民党の中には、現外務大臣を含め、親中派止めされる議員が多数おり、中国に進出している。日本企業などに忖度するあまりに、尖閣問題を棚上げして、中国との関係を保とうとしているのは残念なことである。高市政調会長が声を上げているうちに、自衛隊の配備までは、無理としても、尖閣諸島が日本の領土であることを示す、工作物の設置を急。敵速やかに実施してほしいとの声が多数上げられている。この度のウクライナ侵略において、日本が学ぶべきことは、核を持たざる国は、核を持つ専制主義国家に対抗する術がないということが一つ。そして、現在のアメリカは、かつてのような、世界の警察官たる強いアメリカではなく、自国を守ることに手一杯で、遠方から、助けを求める小国を簡単に見捨てる国になり下がったと見る向きがある。尖閣諸島が奪われたとしても、安全保障条約が発動しない可能性を、日本は想定しておくべきであろう。そして、もし、自衛隊法などの法整備がなり、アメリカとのニュークリアシェアリングが実施されたとしても、その時に、ロシアや中国が、核兵器使用の可能性をほのめかすだけで、バイデン大統領は、日本を助けることを諦め、核兵器を提供しないだろうとの見方が強くなりつつあり、もはや、アメリカの核で守られる時代は、終わったとする声が聞かれる。日本は海に囲まれているため、多くの日本人は、実感がないであろうが、実は、なりふり構わず、核兵器使用を振りかざし、己の権益を主張する、悪魔のような二つの、
専制主義国家と国境を接している。日本人は、国防について現実を見据え、悪魔国家に対抗する術となる核兵器の保有を、真剣にかつ早急に検討するべきであろう。日本の現在軍事的に置かれている状況は決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っています。まずはミサイル防衛の見直しでしょうが、すぐに対応できるだけの能力が現在はありません。北朝鮮のミサイル開発は進んでおり、中国やロシアと同じ位置です。日本もまた手をこまぬいているわけではなく、新しい潜水艦や護衛艦の開発が進んでいます。今回は、目下、2型護衛艦を詳しく見ていきたいと考えています。次世代護衛艦として誕生しています。驚くべきは、その運用人員の少なさではないでしょうか。海上自衛隊では、かねてから DE、近海、沿岸海域の防備を担う護衛艦、阿武隈型、6隻の後継艦種の基準排水量3000トン級護衛艦の建造を計画しており、さらに多様な任務に対応可能な、コンパクトな護衛艦として、FFM という、新しい艦種記号が付けられた、も、神型、6隻を建造することが決定され、その一番艦、も、神は、三菱重工業中崎造船所において、2022年3月に、偽装が終了して就役する予定である。FFM との艦種記号は、FF が、フリゲート、対潜、防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船弾等の護衛を任務とする艦、M が、多機能、マルチファンクショナル、機雷、マインの頭文字を合わせた意味を持つとされ、海上自衛隊がフリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後にアメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備されたクス型護衛艦が除籍となった1972年3月以来の50年ぶりのこととなる。も、神型は基準排水量3900トン。満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、喫水 9.0M のコンパクトな艦体に、燃費の良いコダグ方式の機関を採用され、7億馬力の出力で、最大速力30ノットを発揮する性能を持つが、
その建造費は、一隻あたり460億円とされ、通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされている。外観上の大きな特徴としては、メインマストと接地機材等をフルカバーするステルスマストが採用されていることで、これは、近年、諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦様に個性がなくなるなどとして、軍艦マニアなどの間では、評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きい。さらに、艦隊全体が、レーダー反射弾面積、RCS の低減を意識した、ステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦隊と上部構造には、傾斜角が付されており、全甲板から続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いている。また、上甲板における配置は、これまでの護衛艦と比べて、かなりの変更が見られ、これまでは、全甲板に設置されていた、東洋病関連の機器、偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を、左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上、甲板の通路がない。搭載される兵装には、62口径5インチ砲1門、RWS、遠隔操作式無人重火、12.7mm 機関銃2機、G、ラム、近接防空ミサイルリム116、1機、17式 SSM、艦対艦ミサイル、4連装発射塔2機、324mm 3連装単魚雷発射管2機に加えて、ミサイル垂直発射装置 MK41、VLS、16セル、1機の搭載も予定されているが、搭載するミサイルについて、検討が進められているために、後日装備となっているほか、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能である。髪型の特徴としては、対機雷戦能力が付与されたことにあるが、近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したことから、掃海部隊の規模を縮小しつつも、水陸両用作戦における当初防衛には、対機雷戦能力が必要とされていることから、掃海部隊が、そのための配置につくこととなり、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして、対機雷能力が付与されたのである。髪型には、対機雷戦ソナーシステム、OQQ-11 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機、USV と、機雷捜索用無人機、UUV の運用が可能とされ、USV は、UUV や護衛艦との間で、情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海部の曳航なども行う。UUV は、自立型水中高層磁気機雷探知機 OZZ5 で、自立で、駆動と制御を行うため、これまでより、広範囲の捜索が可能となっているほか、サイドスキャンソナーに、高周波、低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型、ステルス化した機雷を探知し、低周波によって、低質海底に埋没した機雷を探知することができるとされている。さらに、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、磁気統制システム、各種武器システムなどは、オープンアーキテクチャ、防衛化が進められていて、標準化されたネットワークシステムに組み込まれる形で構成され、兵装なども含めて、後日装備のものがあると推測されているが、これは、髪型の設計思想として、建造開始当初においては、最低限を装備するベースラインを設定しておいて、その後の状況を見ながら順次ユニット化した装備を拡充させていくとの考え方があるからであろう。そして、髪型では、小人員化も図られていて、乗員90名は、同じクラスのフリゲート艦と比べても、かなり少ないが、これは、近年の少子化などの影響もあって、
海上自衛隊では、慢性的な人員不足に悩まされていることであり、海上自衛隊で、省人員化に加えて、女性隊員の登用を進めていて、現在建造を進めている艦内においては、対芸型通常動力潜水艦や、この、も、が味方には、女性専用区画を設けている。も、が味方護衛艦は、現在、1番艦、も、がみ、2番艦、熊野、3番艦、の城、4番艦、三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊では、これらの乗組員については、クルー制を採用する予定としている。このクルー制は、アメリカ海軍では、原子力潜水艦に採用しており、日本でも、やはり、人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように、護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーは、それぞれ、任務、休養、訓練を実施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになり、クルーには、休養を与えることができ、艦艇も、確実に整備を行えるとされている。ただし、これを実施するためには、同型艦の装備や操作が、すべて同じでなければならないのであるが、熊野方では、そのことへの配慮がなされており、現段階で、後日装備の、兵装や装備が多くなっているのはそのためである。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦、LCS、フリーダムや、インディペンデンに、などにも見られていたもので、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化、省人化などによるコスト低減、効率化などへの取り組みを、も、が味方において試しているとの見方がある。ただ、アメリカ海軍では、この LCS の固定兵装性能の不足から、中国海軍へ対抗するには、不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、また、そのユニットが、高額なものになり、調達価格が高騰したことなどから、開発を断念している。しかし、アメリカ海軍とは、その運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があり、今後の、も、が味方 FFM の運用に、注目が集まっている。案内人の浅香です。ウクライナ軍が使用しているドローン TB2 バイクタルの存在をご存知でしょうか。今回は、この TB2 ドローンバイラクタルを詳しく見ていきますね。TB2 が現在の最新鋭ドローンなんですが、
TB3 を開発中とのこと。これ空母での使用を考えているんです。護衛艦で使用できるってことなんです。ヒューが八重瀬にいいのかもしれませんね。2022年2月24日、多くの各分野の専門家たちの予想に反し、ロシア軍のウクライナへの軍事侵攻作戦が開始されたが、戦闘の経緯も短期間で同軍が勝利を収める可能性は消え、3月中旬には消耗戦の様相も呈してきている。歴史的に戦車や装甲車等の戦闘装甲車両を多数保有し、今でも世界最強の陸軍の一つであると目されているロシア軍の優位が当初は予期されていたが、ウクライナ軍の抵抗が予想以上に激しいことは間違いなさそうだ。そうしたウクライナ軍の前線を支えている最大の要因は、ゼレンスキー大統領の強力な指導力に支えられた同国軍と、同国民の旺盛な士気によると心が大きいと見えるが、個別の装備も同時に注目されている。ウクライナ軍の装備の中でも、そうした注目を集めているものの一つが、アメリカの現、ロッキード・マーチン社製の FGM-148 ジャベリンであり、歩兵が、通常2名1組で携行して運用する、多目的ミサイル兵器だ。この FGM-148 ジャベリンを使用して、ウクライナ軍歩兵は、多数のロシア軍の装甲車両の撃破に成功しており、扱いが比較的容易で短い訓練時間で使用可能となる同兵器は、これまでに非常に有効な戦果を上げていると言えよう。FGM-148 ジャベリンの最大の特徴は、ファイアー&フォーゲットと呼称される運用性能にあり、目標を射手が定めて発射さえしてしまえば、ミサイル本体は、赤外線レーダー誘導等によって目標に着弾するよう自動的に飛翔する。この特性は、発射位置を敵側に把握された場合、防御力に乏しい射手兵士たちが反撃された際に犠牲となる確率を劇的に低下させて高い生存性を担保しており、ミサイル自体の命中率も9割以上と言われるほどに強力である。FGM-148 ジャベリンの有効射程距離は、初期型で約2000メートル、最新型で約2500メートルほどだとされており、ゲリラ戦的に各地に潜んだウクライナ兵たちによって運用され、ここまで大きな戦果を上げている状態だ。ついで、ウクライナ軍の装備で注目されている兵器が、トルコのバイカル社が製造した、無人航空機のバイラクタル TB2 であり、これを使用して、ロシア軍の停止中の車両を撃破する動画が、ウクライナホノから SNS 上に公開されている。2月28日に公開された、この動画は、30秒ほどの短いものであるが、ロシア軍とおぼしき車両を、上空からミサイル攻撃を行って成功させる様子が収められており、すでに、300万回以上の再生数で、全世界の人々に視聴されている。バイラクタル TB には、2014年に初飛行した機体であり、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大離陸重量 650kg、最大兵装搭載量 150kg で、機関部には、100馬力を発生するガソリンエンジンを搭載している。その最大速度は時速約 220km で、巡航速度は約 130km、実用上昇限度は約 8200m で、実用運用高度は約 5500m、連続飛行可能時間はおよそ27時間で、主翼下に喧嘩用の4箇所のハードポイントを完備している。このハードポイントには各種の誘導爆弾、誘導ロケット兵器が装備可能であり、遠隔操作の場合には、操縦、攻撃、指揮を担当するオペレーター3名で運用し、こうした人的な操作を必要としない、自律飛行能力も兼ね備えている。
従来無人機として世界的に著名であったアメリカのジェネラルアトミックス社製の無人攻撃機 MQ-9 リーパーは全長11メートル、全幅20メートル、最大離陸重量47,600kg、最大兵装搭載 1,700kg のサイズがあった。これに比した場合、バイラクタル TB にはおよそ半分の大きさにしか過ぎず、したがって兵装の最大搭載量も 10% 以下にしか過ぎないが、そうしたサイズ感の違いを意識させないほどに、有用な無人攻撃機としての評価が高まっている。しかし、もともとは、バイラクタル TB には、偵察、哨戒任務に従事させることを目的に開発された無人航空機であり、攻撃用途への拡張は、2015年に、自国のトルコ軍に採用された後に、いわば追加される形で改良されたことで、獲得したものだと言える。前述のように、バイラクタル TB2 の遠隔操作は、通常3名1組の要員によって行われることが想定されているが、自律的な飛行も可能であるため、常時、その要員がコントロールせずとも運用でき、そのことによる、負担軽減も実現している。ただし、バイラクタル TB2 の遠隔操作は、人工衛星を介しての制御はできないため、飛行可能な範囲は、操作要員が配置された拠点から、300km 以内と制限があるが、最新型で、2020年にリリースされたモデルでは、衛星からの制御にも対応している。今回のウクライナ戦争に先立ち、2020年に正規した、アルバニアとアゼルバイジャンが争ったナゴルノカラバフ紛争において、バイラクタル TB には多大な戦果を上げ、一躍無人航空機の代名詞的な存在として世界にその名を轟かせた。このナゴルノカラバフ紛争においては、バイラクタル TB2 を装備したアゼルバイジャン軍がアルバニア軍の防空拠点や戦車等の装甲車両の布陣の様子をこれを使用して克明に掌握、その後に効果的な攻撃を加えたことが注目された。アゼルバイジャン軍は無人航空機としてはバイラクタル TB2 を情報収集に従事させ、実際の攻撃はイスラエルエアロスペースインダストリーズ社製の徘徊型自爆ドローンハロップや旧ソ連製のアントノフ1に服用機が担ったとされる。アゼルバイジャン軍が実施した作戦は、旧ソ連製の1940年代の骨董品であるアントノフ1に服用機を、まず、2名の有人飛行で離陸させ、後に、搭乗者たちは、パラシュートで機を脱出、無人となった同機が、アルメニア軍へと、そのまま突入する。このアントノフ1に服用機は旧式すぎて、自立飛行はできず、操縦者らが脱出した後は、直進するのみで、アルメニア軍に向かうのだが、これをおとりとして、アルメニア軍の地対空ミサイルを動作させ、それらの位置を特定する戦術をとった。アントノフ1に服用機の機体には、大量に爆薬が仕込まれており、アルメニア軍の地対空ミサイルに迎撃されれば、空中で爆発するのみだが、それが回避できた場合には、そのまま落下して、自爆攻撃を行うことも企図されていた。このアゼルバイジャン軍のアントノフ1に服用機、徘徊型自爆ドローンハロップ等と連動したバイラクタル TB2 の情報収集能力を駆使した。戦術は大成功し、戦闘の序盤で、およそ6割ものアゼルバイジャン軍の防空網を無力化したと言われている。こうしたアゼルバイジャン軍の無人航空機を活用した戦術は、アゼルバイジャン軍の防空網を破壊することに、直接的な役割を果たすと同時に、仮に、アントノフ1に服用機が地対空ミサイルで、大半が迎撃されても、それは、それで、高い効果があったとされる。それは、骨董品であるアントノフ1に服用機は、どんなに高額であっても、1機あたり300万円強で、
調達が可能であり、迎撃に用いられる地対空ミサイル一発の方が、はるかに高額なコストに相当するため、敵の経済的な損失を強いることに寄与したためだ。ただし、ロシア軍は、アルメニア軍に比して、はるかに堅固な防空能力と戦闘機を中心とし、攻撃力を有していることから、同様な展開は望めないとの、戦前の予想が、大半を占めていたが、ここまでは、その予測は、ウクライナ側にとって、いい方に裏切られたとも言えそうだ。早速ですが、今回は、日本が新開発しているある特殊な素材を、詳しく見ていきます。最新鋭戦闘機開発に使用される技術を日本は開発しています。窒化ガリウム技術は、現在多くの電子部品に投入されてきています。身近なところで、スマホの充電器でしょうか。結構窒化ガリウムが採用されている充電器は高速充電できます。発熱を抑える効果があるので、それだけ出力を解放できるんでしょうね。では見ていきます。2022年2月15日。イギリスの国防省が戦闘機用の戦車について日本と共同での研究を行うことに合意したと発表し、久々に日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発に類する具体的な動きが報じられることとなったように思える。このイギリスと日本との戦闘機用の戦車に関する共同研究は2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定であり、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人であるレオナルド UK が、その舞台となる模様だ。レオナルド社は、イタリアを、そして、ヨーロッパを代表する、軍需企業の一つであり、その地で、一応の共同開発で生み出された、ユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発も担っており、今回の運びとなったと言える。こうしたヨーロッパでの協業作業の経験と経緯から、戦闘機用戦車類について、先進の技術を有するレオナルド社、そして、その、イギリス現地広報人たるレオナルド UK 社が選択されたと言えそうだが、日本からすれば新展開だろう。今回のこの共同研究は、ジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド、RF、システムと、呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF 戦車技術は、非常に高度な索敵、能力を実現するという。レオナルド UK 社によれば、その新型戦車は、従来のものに比して、1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であり、これまでにないほどの速度での敵の検出を行う能力を発揮するものだと、説明されている。さて、日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発だが、今回のレオナルド UK 社との戦車類と同様に、イギリスのロールス・ロイス社との機関部の
共同研究や開発が進められることとなっており、海外勢との連携強化が行われている。今後は、技術支援を仰ぐアメリカのロッキード・マーチン社との正式な合意と契約締結が予測されると思われるが、当初よりアメリカ企業からの技術支援は必須と見られているだけに、こちらの進捗も気になる部分である。少しこれまでの日本の次世代戦闘機開発の流れと方向性を振り返ってみれば、現行の F2 戦闘機が退役を開始するであろう2035年前後での導入を目指し、その代替機とする戦闘機をいかに調達するのかという点からスタートした。次世代戦闘機は、1日本が独自に仕様を定め、完全に自国内での単独開発を行うのか、2同様に戦闘機を欲している他国との共同開発を行うのか、3すでに他国で開発された戦闘機に改良を施すのか、という3つの方向性があった。2022年2月の現時点までの状況から考えてみると、3の線は選択肢から除外されているものの、1と2の折衷案で進んでいると捉えることもできるといえ、この方向での具体化が今まさに進められている最中だと思える。すでに3年以上が経過しているが、2018年12月18日に時の内閣が閣議で決定した方向性は、国外の関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであり、自国主導の方針を強固に打ち出したものだった。実際に兵器を運用する自衛隊サイドから考えても、日本の国情に適した仕様を追求可能な国産化は、理にかなった選択と言えそうなのだが、これに、費用面、つまり、経済的な合理性までを加味すると、その実現の困難さが高まってくる。日本の航空自衛隊でも、導入を進めているアメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機タル F-35 ライトニングには、すでに開発費の総額は6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すれば、もっと増える。ことに、いわゆる第5世代戦闘機で顕著となったのは、機体単機の製造コストに止まらず、両機や友軍の他の戦力との膨大なデータリンクを実現して搭載する兵装を駆使する、いわば、ウェポンキャリアと戦闘機が化していることも無視できない。こうした新たな戦闘機の使用に向けた概念に対して、それを日本が独自に世界的に見ても遜色のないレベルで開発することは至難の業だと思われ、その視点こそがロッキード・マーチン社を技術支援先に挙げている最大の理由だろう。近年の世界的な戦闘機の運用は徐々に数を増加させている第5世代戦闘機の存在はありつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を施し、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命されている状態にある。これは実際の戦闘や戦争に戦闘機が投入される状況がかなり減少し、高価な戦闘機を物理的な寿命を伸ばすことで対応可能としている、ある種好ましい事態とも言えるものであり、およそ半世紀にも達する機体も中には出てきている。それは非常に稀な例だとしても、およそ30年前後は、現在の戦闘機は使用されることを前提としてきたこともあり、日本でも今後の次世代戦闘機を同様のスパンで開発、運用する意図を持って、その計画に着手していると思われる。ただし、アメリカ空軍が現行の最初にして、最強の第5世代戦闘機であるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターの代替機と位置づけている NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、これを覆すコンセプトだとも予期されている。アメリカ空軍の次世代戦闘機たる NGAD は、
従来の長期にわたる戦闘機のアップデート対応を中止し、およそ8年単位で新型機を投入しながら、常に機体を最新の状況に保つことで、トータルでのコストを低減させるように企図されているとみられる。こうした戦闘機の矢継ぎ、ぎばやな投入は、かつての1950年代にアメリカ軍が行った同様の計画になぞらえて、デジタルセンチュリー計画とも呼ばれており、すでに、その試作機は飛行を終えていると明かされて、現在に至っている。このアメリカ空軍の NGAD についての情報は、ここ最近の戦闘機開発のトレンドを180度転換する可能性があるが、機体そのものや製造した企業等については、何も公にされておらず、現時点では、近々に実現されるのかにも疑義は、ある状態だ。個人的には、現行の F-35 ライトニング2で、西側の最新の戦闘機市場を一手に握っている、ロッキード・マーチン社の関与は、間違いないのではないかと思えるのだが、続報が全くと言って良いほどにない現在、実用化は、未だ先の話なのだろう。2021年6月に、アメリカ空軍のブラウン参謀総長は、現行の F-22 ラプターを代替する NGAD には、同機をはるかに凌駕する航続距離と、兵装の搭載量を実現すると述べており、高まる中国軍との対峙を、視野に広い太平洋での作戦行動を念頭に置いているようだ。そのため、NGAD は、より、多くの燃料を積載し、かつ、より、多くの兵装を、胴体内のウェポンウェイに収容するため、かなり大型な双発機となり、現行の戦闘爆撃機を、さらに高機能とした機体となる、可能性が高いのではないかと推察される。日本の次世代戦闘機は、今年2022年度より、本格的な設計に着手するスケジュールとなっているが、こうしたアメリカ空軍の NGAD 等のあり方が、どのような影響を及ぼすのかにも留意して、今後の続報を待ちたいと思う。案内役のアミカです。F-35 戦闘機の2021年度の生産数が発表されました。世界中の工場で、計142機が大量生産されたそうです。大量生産によって当然ながら、経費削減に結びついています。日本でも、航空自衛隊向けに、6機生産されています。少ないと感じるかもしれませんね。今はこの数ですが、将来的にはもっと量産していく計画になっています。それでは詳しく見ていきますね。
F-35 ライトニング2シリーズは、アメリカの同盟国、友好国を中心に導入されている戦闘機です。この機体は、俗に第5世代戦闘機と呼ばれるものでロッキード・マーチン社製です。この会社のデータによると、2021年中には、F-35 ライトニング2の建造総数は142機で、2020年から、新型コロナウイルスの世界的な蔓延によって、生産がスピードダウンしたものの、立ち直りつつあることを示しているようです。この F-35 ライトニング2を製造している工場を紹介します。アメリカのテキサス州フォートワース、イタリアのカーメリ、日本の愛知県西春日井郡豊山町の3カ所に限定されていて、ファーコ、最終組み立て、検査施設と呼ばれています。日本、ファーコは、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場のことです。ここでは、2015年、平成27年、12月から、生産工場として、稼働が開け始まりました。航空自衛隊向けの製造を担当している工場です。この小牧南工場は一から製造するわけではありません。ノースロップ・グラマン社やロッキード・マーチン社、BAE システムズ社から F-35 ライトニング2の機体各部、そして IHI 社、石川島播磨重工からライセンス生産での機関部がそれぞれ送られてくるので、そういった各部を組み立て製造する工場なのです。IHI 社は、アメリカのプラット&ホイットニー社から F-35 専用エンジンである F-135 のライセンス生産を担っていて、福島県相馬市と広島県呉市の工場で作った部品を、東京の瑞穂工場で、組み立てを行っています。こういった IHI 社の工場群は、航空自衛隊の年間最大6機の F-35 ライトニング2の調達計画に対応した容量があります。今後は、製造だけではなく、メンテナンス等にも対応できるものと見られています。三菱重工業者は、IHI 社のエンジンライセンス生産の容量に合わせる形で、小牧南工場を稼働させたようです。その結果、2021年は、計画通り、全6機の F-35 ライトニング2戦闘機の最終組み立て、検査を完了させました。とはいえ、小牧南工場で製造したのが6機ですから、残りの136機は、アメリカとイタリアで生産された計算になります。技術の差なのか、経験の差なのか、その差には、ちょっと残念な気がします。2020年までに、F-35 の採用を決定して、購入を進めていた、国名を挙げてみます。当然、アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、ポーランド、イスラエル、オーストラリア、韓国、シンガポール、そして日本などでした。翌2021年に、当該機の購入を確定した国は、スイスとフィンランドです。検討中の国も挙げてみますね。カナダ、ギリシャ、スペイン等です。その中でも、カナダは、88機購入の可能性を見込まれる大口客らしいですよ。そういった国の中で、ちょっと不思議な動きをするのがトルコです。トルコは、もともと、F-35 ライトニング 2A 型を100機以上購入する計画がありました。しかも、機体の部品製造まで手掛けていた国だったのですが、強引に、ロシアからの S-400 地対空ミサイルを取得したせいで、アメリカによって、A 型に購入計画を凍結させられています。アメリカとロシア両国から、兵器を購入しようとしたというわけですね。東西の狭間に位置するトルコの国策としてはあるあるという気もしますが、アメリカがトルコに制裁を下したのは2018年でした。トルコは2008年から首都アンカラのトルコ航空宇宙産業工場で自国分を含む F-35 ライトニング2の機体の部品製造を行っていました。
しかし、前述のように、2019年7月トルコが、アメリカの意に反して、ロシアから、S-400 地対空ミサイルの導入を強行したために、F-35 ライトニング2の引き渡しが中止されたのです。それだけではなく、部品製造分野からも締め出されてしまったのでした。とはいえ、トルコ航空宇宙産業工場が製造していた F-35 用部品は、かなり多く、総数で900以上でした。そのため、トルコへの制裁に対しては、F-35 の世界的生産ラインへも、大きな影響を与えるとして、当初、アメリカ国内でも、反対意見が上がったそうです。しかし、最終的には、アメリカとして、トルコの行動は、絶対に容認できない事案であると、判断しました。ロシア製兵器調達を強行したトルコへの制裁は実行されました。つまり、アメリカは、自国の面向を優先したとも言えましょう。トルコだけではなく、昔から、ロシアとの軍事的なつながりが深く、多くの兵器を調達しているインドなどの国々は、今までのアメリカかロシアかという二択から外れようとする動きも見せています。はっきり言って、軍事に関するアメリカ優位体制は、今や一部では揺らぎつつあるということです。アメリカに代わって台頭してきたのが、中国であることは、紛れもない事実でしょう。こういった F-35 戦闘機をめぐる不確定な動きはまだあります。産油国として日本ともつながりの深いアラブ首長国連邦ですが、2017年頃 F-35 の導入を希望していることが公になっていました。その行方はどんな結果になるのか注目されていたそうです。この動きの顛末はアラブ首長国連邦が長年敵対してきたイスラエルと国交を結んだことで決着しました。アメリカとイスラエルのつながりが強固であることは言うまでもありません。いわばアメリカはイスラエルの後ろ盾です。対パレスチナでもアメリカ製の武器が多く使用されましたからね。イスラエルとの関係が改善されたことで連鎖的にアメリカとの関係が改善されることになったのです。アラブ首長国連邦は2021年1月 F-35 ライトニング 2A 型50機購入契約を結びました。アラブ首長国連邦が新式 F-35 の採用国の仲間入りをしたというわけです。しかし、この契約は前トランプ政権が取り交わしたものでした。その後のバイデン政権は、アラブ首長国連邦が、リビアやイエメンに爆撃を行ったことを理由に、ペンド、先送り、保留としました。その後、契約の中断が発表され、現在に至っています。アラブ首長国連邦と、同時用に F-35 ライトニングに調達を希望しているものの、アメリカ側が供給してくれない、国の中には、台湾があります。かなり、アメリカは、台湾に対して、様々な点で、優遇していると感じるのですが、F-35 については別なようです。台湾は、代替案である F-16 ファイティングファルコン最新型 V 型を供給されましたが、これは言うならば我慢させられたということでしょう。アメリカが、台湾に兵器を供給しないのは、中国を懸念してのことでしょうね。日本領である尖閣諸島沖にたびたび出没する中国海警局の公船。民間漁船を威嚇したり、違法操業など目に余る行動を見せつけています。それは、中国にとって、
喉に刺さったトゲである台湾に対しても同じです。何回となく領空侵犯を行ったり、台湾海峡で軍艦の G 行動を見せつけたり、個人的な感じ方ですが、同民族同一国という中国の主張は手前勝手すぎると思います。そんな自分勝手な言い分を通そうとする中国が侵攻するかもしれないという台湾有事の可能性が現実的に感じられる昨今ですが、表面上は中国との対立姿勢を崩さないように見せているアメリカは、本当は中国を刺激するのは絵ではないと判断しているのでしょう。心配される台湾有事は、現実的には中国軍は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦闘能力がないという指摘も多いようです。しかし、台湾の置かれた立場と危機感を考慮すれば、兵器の質的優位性を確保したいと気球して当然でしょう。と言っても、F-35 ライトニング2を台湾に供給することをアメリカが許可したとすれば、いよいよ中国の軍事力が抑制不可能になることを意味するとも思えますから、日本としては素直には歓迎できない非常に危険な事態となるかもしれません。つまり、あまりにも台湾に肩入れすると大中戦争を引き起こしかねないという恐れを感じていると見受けられます。